ルーベッツは1974年にデビューしたイギリスのバンド、シュガーベイビーラブの大ヒットで知られる。1970年代当時の日本語表記はルーベッツであった。数名のスタジオミュージシャンを中心に1973年に結成。シュガーベイビーラブなど数曲がヨーロッパでヒット。アメリカではシュガーベイビーラブの37位以外トップ100位はなかった。 1979年に活動停止。ドイツのプロモーターの要請で1982年に再編成してヨーロッパを中心に活動再開。1989年にベースのミック・クラークが脱退。1990年代はベースにトレバー・ホリデーやマンフレッド・マンズ・アースバンドのスティーブ・キンチを起用する。デビューシングル、シュガー・ベイビー・ラブのボーカルはその後の活動に参加せず。 脱退したポール・ダ・ヴィンチによって録音された。彼のボーカルトラックがプロデューサーなどによって大好評であったため A ・ B ・面ともに別のボーカルで取り直すことなく発売された。その後のライブやテレビ出演の際はジョン・リチャードソンの紹介の元新加入したアラン・ウィリアムスによって歌われた。2番目のシングルとなる To Night からアランのボーカルで発売された。 1990年代後半にグループは分裂。法廷闘争の末、2002年に裁判所が双方にザ・ルベッツの使用を認めたため、以降はザ・ルベッツフィーチャリングアラン・ウィリアムズとザ・ルベッツフィーチャリング・ビルハードとして活動を継続した。45周年記念ツアーを目前にした2019年2月、アラン組からジョン・リチャードソン、ミック・クラーク、 スティーブ・イーサリントンが脱退、新たに3人でルベッツとして活動を開始し、3月にソブルネーションレコーズから新曲を発表。アランは新メンバーを加えツアーを観光した。ザ・ルベッツフィーチャリング、アラン・ウィリアムズ2013年2000年頃から活動。2019年2月に再分裂。2000年頃から活動。 2019年に分裂組が結成したルベッツ。ダスビアトアイネグロサーテリショーウエストフィーランブロット2019年5月2日。ABCD ザ・バンドスルベッツフィーチャリングビルハード。公式 HP。ハット AB ザ・ルベッツ。インターナショナルアーティストホラントハットザ・ルベッツフィーチャリング。アラン・ウィリアムズ公式 Facebook2019 年2月14日。ザ・ルベッツフィーチャリング。ジョン。 ミックスティーブヤラビンロックスストルフリートミュージック2019年6月15日 AB ミック・クラークスルベッツ・ハットジョン・リチャード・サンスルベッツ・フィーチャリングアラン・ウィリアムズ公式サイトハット AB アランウィリアムス C ・ルベッツ・フィーチャリングアラン・ウィリアムズ公式サイトアーカイブハットビルハードザルベッツ・フィーチャリングビルハードありがとうございます